さあ今回もレジェンドオブキーパーズやっていきましょう。さあ前回ね、動画の最後に新しいキャラクターが来まして、悪魔系の嘆きの降り手ですかね。こいつはまあ毒系のキャラクターで、今回のこのデッキに合う感じで、まあまだねレベル上げてないんで、まあ前衛の技のみが使えるかなと思いますが、パッシブかなが来たら楽しみですね。あとねこいつサイコインプもいるんで、この2体はレベル上げをしていきたいなと。とりあえず入れてみるか。一応ね部屋2が毒中心になってるんで、ちょっとここ入れ替えてどうしよっかな。とりあえず毒与えるだけでいいから入れとくか。じゃあまあゴーレム一旦引いてね、見てこの控えにメック系がいるっていうね、あまりこのキャラクター活かせそうにないですけども。さあトレーナーね200でいくか、でも医者行ってもしょうがないんで見てみるか。上げることはできるね。175か、結構高めですね。さあこいつが倒れた時全てのヒーローに毒を付与する、いいね。体力は上がらないと。サイコインパー攻撃された時にスローを付与する。レベル上げていかないと分かんないな。死んじゃいますよね、70では。あ、罠、コード罠ね。まだ罠がいいのないんで。こいついいんじゃない ?140 まで体力上がるね。まあ、一旦これ入れるか。毒はありがたいですね。イベントで戦闘かな。耐性、こいつを捧げていこうか。こいつね結構耐性低いんでありがたい気はするんですが、でまた安いしね、一旦捨てよ。また引けばいいですよ。あ、ないですね。拒否して罠をくれるというものでしたが、ろくな罠ないし、ちょっと方位出してみるか。お、これねいらないんでね、借りる？あれ借りるだっけ？貸すじゃないっけ ?112。でもね、貸してるよね。さあ、チャンピオン戦。レアがもらえると。まあ、こいつレアではなかったんで、まあ普通に、あ、メック系のやつでいいのかな、まあ、罠とかゲットできたらいいなと。あれ、ゴーレム、あ、そう、ゴーレムが増えてるんだよね。これ、どうなるかな。入れときますけど、こうかな。よし。名前かぶりでいるわけじゃないよね。どうだろう。さあ、チャンピオン誰かな？お、出たね。こいつは、やけど付与してくるんで、まあ、できる限り前衛、中衛で、後衛を殴りたいなと。毒耐性かな？アーマーないからこれ止まっちゃうか。体勢的に毒はあんま効かないんで、物理系として。うん、なるほどね。まあ後衛多分攻撃できないキャラがいいと思うんで、非耐性のあるサキュバス。前衛には物理と氷に耐性がある子がいいんですが、まあ、どちらも微妙にあるゴーレムかな。か、死ぬ前提でこいつでもいいですけどね。どうしようか。ワンちゃん出血4ではちょっとね、厳しいかな。これ全体攻撃化して使ってもいいですよね、前衛において。ランダムペナルティでいって、毒か。まあ、ちょっと攻撃する感じでいきましょう。あ、罠ボス前なんだね。選択肢はないけど。非耐性、両方 50% で戦いに行くか。狙いは物理ですね。まあ、こうかな。毒あんま効かないけど、前衛にしてこうだね。よし。チャンピオンが毒耐性あると結構きついかもね。
まあ下げても5か、マイナス 5? マイナス5か。さあまずは毒不要だね。ドン。全体だと火傷ってしまうんで、あ、関係ないわ。後衛から全体か、全体から全体ね。前衛から全体か。まあペナルティをつけましょうか。何これ、あ、毒。倒された時すべてのヒーローに毒を付与する。3ターン無理よそれは無理よ。毒追加するか、まあやけど一回いきましょう。あとは毒かな。何が消えた今。スケルトン。次のターンで終わりかな。さあ毒でだいぶ持っていけそうだね。終わったね。さあ毒を付与してあげよう。あ、怯えか。死んでと、あ、怯え、あ、そうか、怯えはこのアーティファクトの力で、まあ、2体死んだんで今10ついていると。攻撃トラップで減る罠なんで、まあ今ないですね。50% 上昇か。でもこれ使えるね。攻撃だもんね。選んでないからいないですけど。くらいとく。14。やけど食らいましたが。いやーでも食らうね。前衛から削っていこう。イワシが。6、14どうだろうね。いやー死んだな。指揮定価結構食らいますね今だとね。ゲージだと一つ分か。まあ行きましょう。ここで勝手に死ぬんですが、攻撃しなければならないと。まあ絶対死ぬね、出血もあって。これは耐えるか。耐えるね。よし、燃やしちゃって、これやけど熱くんだ、この感じは。まあ熱くか。流れてるって感じなんですけどね。これ痛いな。回復されちゃうよね。回復の方が多いんじゃないか。さあ、ボスにこいつ持ってくのはきついね。耐性はちょっと5上がってますが。How would you prefer to die?まあこれかな。バリアポイント付与して減る分を抑えてと。70どう。54ダメージがない。やけどが痛い。これ死ぬか。18、40、70、10何数しかやっていかないね。これまずいな。毒不要も意味ないですもんね。あ、これ終わったんじゃないか。160あるでしょ、あと150回が出てくる。やべ、半分まで来た。59、もう2回か。あー、やっぱあと1回か。やばいやばいやばい、大苦戦しましたね。あ、またあんの。いや、痛い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 、きっつこいつ。悪魔のがアルファ悪魔か。どうしよっかな。ゼーロモーサーのスピードアップね、いいですね。ここでこの木を使うシーンはないか。
中衛で全体に炎か。なるほどね。体力すごいね、1年。こんなあったっけ？上がってるんだろうな。175いいね。やば、ちょっと医者を紹介してください。昇進。あ、ここで昇進なんだね。非ダメージ。前使ったやつか。耐性がマイナスならランダムでもう一体に当たる。妨害タレントが高度な不要によるプラス効果を得ている場合、一発目は消費しない。これかな。防衛タレント、やば、もう264しかない。だいぶ食らったな。ソルボン、サキューバス一回引かせて、ヒルダも引かせたいな。ソクボン、ソクボン、これいくか。トレーナー、商人、メカニック、お金が耐えしないからね、どれでもいいんですけど、徴税官で回収できるんで、キャラ的にでも結構いいからね。どうしよっかな。まあでもこれ結構限界来てそうですよね、成長としては。まあ行くか。よし。一応200個数。攻撃力アップだね。こいつあげよう。毒4。前衛なら5。これはイベントで次調整いって。モチベーションが上がるか、言うよ。あげよう、あげよう。徴税官で血だね。あれ、これ2周目がなくなって、あれかな、短くなったみたいなんですけど、もう今は昇進来たでしょ。ってことはこのまま多分36かなんかで来たんで50、60くらいで終わるのかな。いまいちどこで終わるか知らないんですけど、2周目のって感じじゃないですよね。そのまま継続して昇進したって感じなんで、さあこれちょっとね、簡単に勝たないと。マルチアクションか。従業員にプレゼントで、あ、レベル上げれる？与えようかな。じゃあ1レベルか、2とか上げてほしいですけどね。トラップ欲しいな、トラップ。これ行こう。編成の確認なかったですけど。大丈夫かな。さあとりあえず使える、あ、使えるね。非耐性も全員ないのでこれは出そう。毒耐性がね結構高すぎるんで、これはどうしよっかな。まあ、物理を出して前衛毒ね。前衛毒いないですね。全体も毒ね。こいつも指揮低下なんてさせてもしょうがないですよね。オグ、オグ。これ耐えれるか。75マイナスで20%、死ぬねえ多分。た、最大のやつにどっかここに来るから、ソグモン行くか。ソグモンここ、あ、そっか、まだコードアナ帰ってきてないや。しょうもない罠ですね。買っとけばよかったな。さあここが問題よ。自然耐性、まあこう耐えてですよね。耐えたところでみたいな。まあこいつの出番が重要かな。この炎で全てを打ち払うしかないかなと。後衛こいつね、どうなってるか分かんないから、後ろに氷耐性を一応並べといて。シャランか。シャラン絶対ね、何もないと聞かないと思うんですけど、体勢下げて頑張ってみるか。まあ一応ありますからね、いいやつが。あ、入れ替えか、しまったな。めちゃくちゃ痛いんだけど。スッキリ。まあ、いったんか。はい、ドン。
ゼント、噛みつき、よし、いけ、随分死ぬね。回復はないと思うんで。あれ、後ろに回復あるこいつ。あー、自分だけか。よし、何しよっかな。何もないよね、別に。まあちょっとやっとくか。ドン。マスターの力がめっちゃ弱い気がするよね、こいつ。まあ罠キャラなんでしょうがないんだろうけど。後ろ、いや前から殺そうか。えい。ペスト、まあ、毒耐性下がってるんでだいぶ効きますね。毒のスタックはないんでできないですが、最低にペナルティ受けてれば毒を付与する。いや、これかな。まあ、後ろはねないんでしょうがないんですけど、212か、殺しちゃいましょう。これペナルティで毒不要かな、うん、ないもんね。で、火柱、ペナルティ受けてる場合、意識低下。こっち行くか。やけどもあんま関係ないね。耐えると思うんで、よし、終わったね。問題はボスの体力ですよ。たった一戦でね、減りに減ったんで。ファイアマを。お、あ、出た出た出た。これ来たね。使うか、一応。ないよりかはいいよね。出血なんかより、一旦ゲットしといて。まあ、コード穴で、この、なんだっけ。強力罠の強化して、まあ、一応さっきのねこれを強化して防御力をつけれたらなと。こんな感じかな。まあ、ソグボンやっぱ別扱いだね。それはありがたいですが、あとこのスケルトンサイエンティストもちょっと強化してコード穴をつけたいね。よし、まずはちょっと医者を探そう。1000しかねない中で364しかもないんで、これはもう2人以上来たら死ぬね。